サタリアンへようこそ。アクセスリスクマネージャーにはいくつかのサブモジュールがあります。具体的にはリスクの特定、クリーンな状態の取得、クリーンな状態の維持、コントロールを維持することです。このビデオではリスクモジュールの種別をデモンストレーションします。リスク特定モジュールは SAP システムを分析し、セキュリティ侵害やコンプライアンス違反につながるアクセスリスクを特定します。モジュールは使いやすいダッシュボードを提供し、リスク情報を表示します。問題の特定と対処が簡単になります。モジュールの特徴の一つは、トランザクションコードとフィオリの使用状況を検視できる。サタリアンは各 SAP ユーザーの署名されたアクセスと実行されたアクセスを比較できる。これによりユーザーが適切でないアクセスを長期間にわたって割り当てられることが放置されます。モジュールはユーザーの1区割、単一の1区割、およびビジネス1個のレベルで詳細なアクセスリスクレポートを作成します。セテリアンのボックスハズルールセットは、植物分量リスク、トランザクションリスク、機能リスク、データプライバーシーリスクをカバーします。ルールセットをカスタマイズするなら、リスクエクスプローラーの機能を使えば簡単です。セテリオンはビジネスの責任と意思決定を向上させるために、適切な方法でアクセスリスク情報を提示することが重要です。SAP のアクセスリスクを全てのビジネス P ウロセスフローとともに説明することで、ビジネスユーザーが競合するアクセスがビジネスプロセスのどこにあるかを理解しやすくしています。ボタンをクリックするだけで、このモジュールは SAP 環境での未犯を特定し、アクセスリスクを引き起こします。またアクセス責任を持つ SAP ロールも特定できます。リスクを払う SAP アクセスを強調するだけでなく、リスクを特定するモジュールは組織レベルでより詳細なレベルでアクセスリスクを表示します。これにより企業コード、工場、または他の組織レベルでアクセスを管理することができ、 SAP ユーザーが許可された領域の機能のみを実行できるようになります。サタリアンは SAP ユーザーを組織レベルのグループにリンクし、どのユーザーが所属していない特定の会社コード、またはプラントでトランザクションを X に変えるかを強調します。この情報は違反しているユーザーと不適切な組織レベルのアクセスを提供する SAP ロールを強調表示した消費しやすいグラフィカルなマップで表示されています。それがサタリアンのリスクモジュールの簡単な概要です。これは SAP アクセスリスクを特定、管理、整顕するのに役立つ強力なビジネス向けのソリューションです。詳細については info@satarian.com までお問い合わせください。